はい、皆さんおはようございます、レアリスグレード A の相葉純一です。今回プリスポーンのでかいのをねちょっと狙うためにダムへやってまいりました。それでね、ダムでもね今日一日の朝の水温から夕方の水温の上昇をねちょっとうまく伝えながらでかいのをね、水温の上昇を利用して釣っていくパターンがね展開できればいいと思います。春ということでねこういうちょっと大きいレアリスの120のジャークベイトとかねこういう号泣の SR 昨年ね活躍した号泣の SRMR というシャッドにね、秋発売になった62の DR とかロザンテの63サスペンドなどをねサスペンド系をねメインに春のバスをねちょっと攻略できたらいいなと思います。では行きましょう。居残り組、夜からの居残り組をちょっと狙ってきますね。朝一っていうのは一番水温がバックホート落ちるから夜からね明け方にかけて気温もやっぱり一番明け方が低いんでね、居残り組をねちょっと狙っていきます。でここにいなきゃちょっと下流側にいると思うし、まあ、季節的にはちょっと厳しいかもしれない。水温がまだ低いんでね、おらんね、ちょっと下下がろうか。朝一の最上流部は寒すぎて NG、 ここ多分ねその太陽が昇ってない夜とかはねいると思うんだけど、それが多分今日が昇ったんでワンランク下に落ちてることを想定して1個下を狙います。ここもね今上流に来て、あれ見て水がどんどん流れてきてるね、冷たい水が朝一なんでね冷たい水が流れてきてるんですけど、ここ岩がバーッと足元までゴロ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 っと来てここでストンと落ちるんだよね一回で落ちるんで、ここのブレイク、まあ、上をねちょっと狙って上に水温がどんだけ冷たくても餌を取りたいよっていうバスを狙った後にこういうちょっと深いところねにワンランク落ちてるバスを狙う。で上からどん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 人間が降りてきて水温が上がったタイミングで下からどん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 人間も上がってくればねバスと同じ行動でね動けるんで釣れる率が結構高い。だバスのポジションを一日中同じって考えずに春は水温とかそういうものでね太陽の向きとかでポジションを考えてあげる。そうすると1匹でも多くのでかいバスを釣っていくんで、今日はバスのポジションをね水温に応じてねちょっとコロコロ考えてコロコロ自分も動いて釣っていこうと思います。ここにもいないのでもう一つ下にね大きなベンドがあって、曲がり角に大きい岩がゴロゴロね、まあ、センター川のセンターに落ちてて、まあ、それブレイクに絡む岩で多分そこが一番安定してると思うのでね下のベンド部分へ行きますよ。上から消去法ね、ここまでの段階では今いないんで、まあ、夕方かな昼過ぎて水温が上がった時にまあ、本湖の水と逆転した時にもう一回ここにね来ましょう。とりあえず今下行って安定した水深でね身を潜めてるやつを狙っていきましょう。はい、今ねバックウォーターがちょっと下がったところなんですけど、今水面見るとねゴミとか泡がすごい、水もちょっと呼んだようなね汚さなんですけど、これは何でかっていったら上流からね冷たい水とまあ、本湖のちょっとあったかい水がねクロスしてここでね混ざってるからターンオーバーみたいなね感じでちょっと今汚さが出てる。だからこの下ここはちょっとね今上の水があったかくなった場合っていうのはプランクトンが発生してベイトフィッシュも寄るのでちょっと泡が立っててもねいいんですけど、冷たい水が入り込んでる場合はちょっと遠慮してちょっと下の水のきれいなところでやりましょう。なかなか
この時期3月のね、今中旬、数は狙えないんで、でかいのをちょっと頑張って狙っていきたいと思います。それでね、まあ、春のね、まあ、水温の上昇をどうやってうまく使ってプリスポーン狙うかって言ったら、例えば今これバックウォーター部分でね、多分本湖はねもうちょっとあったかい、8度ぐらいじゃないかな、この季節3月の中旬だとね、8度ぐらいで、今上流が 4.5 度、でなんでかって言ったら夜冷えるとやっぱり上流から流れてくる水がね冷たいんですよ。お風呂でいうと水道水をバーッと入れてるような感じね。だけどそれがお昼になって太陽が照って山が温まって、どん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 浅い水深で流れてくる水の中にあったかい空気が巻き込まれながらね入ってくると、それはね大小様々な、ダムでいうとバックウォーターとか小さいインレット、野池でもインレットでもそうですけど、水深が浅い水が流れてくるとあったかい空気をね巻き込んで、どん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 水温が上がりながらね、そういう池とかダムに流れ込んでくる。そうすると本湖の水温が8度9度でも、こういう上流のねバックウォーターとか、あとインレットの池のインレットっていうのが12度13度って気温に近い温度にね流れ込んでくる。そうするとそこっていうのは本湖よりあったかい水がね流れ込んでくるので、バッとバスが上がってきやすい、餌取りに。春のねこの時期のバスっていうのは餌を取って卵もねどん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 栄養つけていかなきゃいけないし、まあシーズン1年に備えて肉も筋肉もつけなきゃいけないっていうことで餌をどんどん取り始めるんですけど、やっぱり寒いところよりもあったかいエリアでね餌を取った方がベイトフィッシュもいっぱいいるし、まあバス自体も動きやすいので、そうやってね今朝で上流エリア水温が低いですね、そういうのはもう朝一のフィーディングバスっていうのはいますけど、まあ日中昼ですね、12時以降水温が上がってからこういう上流エリアのね水温が、ね、本湖とインレットの水温が逆転したタイミングを狙って入ってあげるとね、結構効果的な春の釣果、でかいのが狙う場合が多いので、春はねそうやって水温がねもう常にねもう変わっていくので、それをねまあそうやって測りながら、あったかいエリア、あったかいエリアを狙っていってあげるのが一つのキーです。食ったバスだ、ほら食った、シャット合計 MR 食ったね、おいやめてよ、トゥイッチ&ポーズ、ポーズ長めに撮ったら食ったね、長めにポーズ撮ったらいいサイズやね、おやめてくれ、こっち来い、よっしゃー、取ったよほら来た、春のまだちょっと冬を引きずったようなバスやねこれね、ほら号泣 MR いいね、 Twitch& ポーズ、ちょっとポーズ長く取ったら、ちょっと冬でねまだここ真っ赤でしょ、冬のバスって感じだね、冬でちょっと餌を上流に取り行ってみようかなっていう、はい、今ね見事な50クラスが1本来たのがこのレアリスの 59MR ですね、もう昨年も大活躍してくれたシャッドでね、今釣ったのは、まあ、ここのちょうどねバックウォーターからバーッと来て一発目の大きなベンド曲がるところの対岸ね、あれ水が当たるんで岩盤なんですけど、その一発目の大きなベンドの中心にねセンターに、そのちょっと崖の上とかから見ると大きい岩がポンポンポンと川の真ん中にね点在するんですよね、そういうところにバスっていうのは身を潜めて上流へ上がったり下がったりするね、一つの拠点としてそういう大きな石とかブレイクっていうのがねまあ活躍するスポットなんですけど、今っていうのはそういうベンドにねちょっと朝水温が低いんで上流っていうよりは、まあ、そういうベンドに絡む大きな岩、
それでただ巻きして潜らして、だいたい岩があるであろうところでちょんちょんと位置してポーズ。もう春の釣りですね。ちょんちょんと平蓋してポーズ。キュッとギターギュッと持ってたようなね、今トゥイッチャンドポーズで見事釣れました。それでね、まあ、今水温がね 4.5 度いかないぐらい、もうすごい低いんですけど、これは何でかって言ったら、まあ、1年通してどんな寒い時期でも上流にね、まあ、餌を取りに行くやつがいるんですよ、夜、ね、そんで夜っていうのもすごい危険なんでやらないんですけど、まあ、夜餌を取って日がね昇ってくると一回落ちる、落ちたやつがこういうベンド部分のちょっと深みの、ね、岩についたり本湖まで戻ったりして、それ水温が上がった夕方にまたバッと刺してくる。それが水温が入れ替わったタイミングでバッと刺してくるんですけど、今は水温が落ちた水、夜冷えた水が流れてきちゃってるんで、ワンランクバックウォーターより1個手前のベンドでね、深みに溜まってるようなやつを今シャッドで釣ったんですけど、今ダムだとこういうとこなんですけど、野池だとインレット近くの深みに落ちて水温を逆転したらパッとシャローに上がったりねするようなバスと一緒なので、まあインレット近辺にあるブレイクにプラスアルファの岩があるようなスポットをシャッドで狙ったというねイメージです。はい、今はね、上流がちょっと渋くなってきて、やっぱりちょっと太陽が昇ってね渋くなってきたから、じゃあ次何をやるかって言ったらね、より本湖のね、まあ、メインに近いところのこういうインサイドのちょっと浅いところ、しかもね風が当たってますよね、風が当たってるところはベイトフィッシュが寄せられて酸素量が多いから、この時期多分上流に浅い効いたやつはこの辺まで降りてくるんだよね、普通に降りてきて、そいつはこのウィンディーサイドで餌を取るであろうやつを狙っていきましょう。11度ですね、本湖は。本湖11度で、上流は朝は5度でね、その中間地点が8度ぐらいだよね、多分。これが生あったかい風だともうバンバン言っちゃうんだけどね。ちょっと寒いな。明らかにここにこっちにいるやつはベイトをね多分探し回ってるやつらだから、そいつらに遭遇しや食ってくると思うんだけどね。11.6度、上がってきたね。今 11.6 度、朝5度ぐらいだったから結構気温に近づいて、ほんで今光が強いから、うん、夕方だね、これは夕方まで待つ。やっぱりまだ虫食ってないからね、虫を食ってないから、この物のね物の力でバスが寄ってきてるだけなんで、虫食ってたらねポコッと出るんだけど、まだ表層まではちょっと早いね、やっぱり3月中旬だとね虫がいないんでね、まだ。あれ食ったの？食った。
ブローさんって食ったよ。うお、引くね。ジャーキングだったね。こっちいらっしゃい。鼻つわにかかってるね。外れるか。ローザンテ来たね。ローザンテ取れるかな。うわ、外れそう。外れそうだね。よいしょ。はい、来た。ローザンテで一本来たよ。トイッチングラストで一本ね。水温が上がってきたところでね、もうトイッチングだね。はい、水温が上がってからの、まあ、夕まずめね。やっぱり上流に上がってきた太い、もう丸々餌を食ってるやつがロザンテのトイッチングね。ただいつもただ負けたけど、ちょん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 と早めのねリアクションでベイトが逃げてるのを演出してバスに食わす。はい、見事に予想的中の一匹だね。はい、ね、今ロザンテのレアリスのグレード A、 ロザンテ 63SP のねジャーキング、いつもはただ負けでバーッとただ負けだけでね、ノークランキングっていう方法なんですけど、今トイッチしてシャッドのようにね、ちょん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 と移動距離を抑えたジャーキング、普通のミノは飛んじゃうんですけど、移動距離が抑えれるから、その岩のね上とかで誘えて、ピンスポットでより誘えるミノとしてね、今1匹、ね、釣れました。まあ今日1日は朝水温5度からのスタートで、まあ本湖っていうのは11度ぐらいで、で午後からね太陽が出てからね、このやっぱりインレット流れ込みではね、流れ込みっていうのは本湖の水温が上回って、今上回った上の夕まずめローライトの中でのね一匹ですね、納得するパターンで、まあ、水温の上昇によって低い、水温が低い時はちょっと深めをレアリスの 59MR で一本釣って、水温が上がってからはレンジも上げて早いテンポでのね一本が見事釣れました。まあ、いろんなパターンでね、虫パターンでもね、まあ、見に来るやつは見に来てたんですけど、虫が何しろいないものですから、まあ、ルアーの力ですごい寄せたんですけどね、まあ今日は納得のロケだったと思います。バチャバチャーと今回ね、バチャバチャーと、あ、来た来た来た、ロザンテジャーキング、うわめっちゃ低い、おっしゃロザンテ63SP1本がかり、うわ2本かかった、うわ1本がかり、失格、よっしゃよっしゃ、でかいの来た、まるまる太ってる、はい、でかいね、ロザンテのパワーを恐るべし、もう夕まずめラストだね、もうラスト一投の気分で投げたら、やっぱ最後まで諦めちゃダメだねこれ。